皆さんこんにちは、ルイです。今回は新しく登場したチャンスチケット獲得量アップとウルフバローギリラミッション、そして10回引き直し可能なお月見デスティニーラックガチャを引くべきかについて話していきたいと思います。まず新しく登場したチャンスチケット獲得量アップなんですけど、キャラキグレットに使用可能なチケットになっていて、普通の再抽選チケットオールと同様に全てのサブ能力を再抽選して、普通の再抽選チケットよりも獲得量アップのサブ能力が抽選されやすくなっています。練習時何々獲得量アップってやつですね。例えば対ブルーロックマンシュート練習時キック獲得量アップや、ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップなど、練習メニューとステータスを揃えた同種の獲得量アップをサブ能力で獲得することができれば戦力アップにかなりつながってきますね。今回の抽選チケットはキャラキグレットにしか使用できないんですけど、獲得量アップのサブ能力に関しては普通のサポートキグレットでも抽選で獲得できるんで、戦力を伸ばしたい人は練習メニューとステータスを揃えた獲得量アップを狙って再抽選していきましょう。戦力が伸びる編成を組むことももちろん大事なんですけど、サポート器具のサブ能力もかなり重要ってことを覚えておいてください。ちなみにこの獲得量アップが出やすいチャンスチケットの今のところの入手方法は、ウルフバローのゲリラミッションでバローのレベルを80にすることでチャンスチケットスキル獲得オール2枚とチャンスチケット獲得量アップオール2枚、そしてアイテムセレクト引き換え券というものが1枚もらえます。このアイテムセレクト引き換え券は交換所でそれぞれの枠のチャンスチケット獲得量アップ1枚と交換できるようになっています。ウルフバローの貫突を狙っている人やもうすぐレベル80が近い人は期間中に80を目指すのがおすすめです。ちなみにお月見キャンペーンデスティニーラックガチャを引くべきかどうかなんですけど、今回のラックガチャはダブルではなくキャラとサポカは別のガチャになっていて、そして15回引き直しではなく10回の引き直しとなっています。月始めに来るダブルラックガチャの方が内容がお得なのと、来週の26日にはブルーロック PWC の日ガチャが出てくると思うんで、1、ウルフバローの貫突を目指している人で排出対象の中にあまり貫突がいない人、2、どうしても今すぐ貫突したいキャラやサポートカードがある人、3、排出対象の中に貫突が一つもなくとにかく今すぐ突を進めたい人、そしてブルージムに余裕がある人、この3つの条件に当てはまる人は引いてもいいんですけど、当てはまらない人は26日のブルーロック PWC の日ガチャまでとりあえず待っておきましょう。来月にはアニメブルーロックの2期も始まるんで、限定のウルフバローの貫突を狙っている人以外は今は焦ってブルージム使わなくてもいいと思います。それよりも選手名鑑の信頼度レベルが低いキャラをたくさん育成してブルージムを少しでも多く回収していきましょう。今回自分は無料ガチャでウルフバロー2枚ゲットできて、今ブルージェムに少し余裕があるんで、とりあえず1回このお月見キャンペーンラックガチャを引いてみて、ウルフバローの ×2 が引けたらガチャ続行して引いていこうと思います。もし最初の1回目でウルフバロー ×2 が引けなかったら、今回は貫突は諦めて今月は工場キャラの突に切り替えていきたいと思います。その前に星3確定選手ガチャチケットがあるんで、まずは運試しにこのチケット引いていきます。最近確定チケットの調子がいいんで、リン、キオラ、雪宮、新大地、クロス、時光あたりが当たってほしいです。それでは確定チケットいきます。頼む、今言った5人出てくれ。吉川国神頼むぞマジで。さあ誰が来るか。これは進化じゃなくて覚醒ウサギか。貫突出ました。まあ、メモリーボール750個もらえたんでよかったです。とりあえず旧キャラで貫突していない使わないキャラが出るよりはよかったかな。ということでメインであるお月見キャンペーンラックガチャ1回だけとりあえず引いてみたいと思います。前回のハッピーバチェラレベル80で終わってしまったんで、今回はここで ×2 が出たら頑張って貫突を目指す、出ないなら諦める、この2択でもいきたいと思います。中途半端は嫌だ。行ってこい。さあどうなる。キッカイサギ1
1回目はボールは光らず、ちょっと怪しい。これはさすがに星2かな。金ボールで星2のシューバー、引き直し1回目いきます。さあこっからが大事。残り9回、ウルフバロー来い。おお、雪宮だ。これもうかける2だったらやめちゃおうか。来い、1枚か。まあ安牌を取るならここで終わってもいいんですけど、まあ、残り8回もチャンスがあるんで、ここはかける2狙って、昨日しこれはキオラ来た。うわあ、ちょっとどうしよう。自分は賢さキャラメインに集めているんで、3000ジェムで1枚だともちろん十分なんですけど、残り7回もチャンスがあればちょっと欲が出てしまう。だけど逆に言うと、ここでキオラを確定させればウルフバローの貫突は諦められるんで、今回は残り7回あるんですけど、キオラ1枚で確定したいと思います。やっぱ賢さキャラは取っておきたい。まだキオラのレベル全然高くないんですけど、少しずつ少しずつ凸を進めて、キオラの凸最優先で上げていきたいと思います。最後にイベントガチャ、チケット50枚貯まったんで、このガチャ引いていきたいと思います。前回ブルージェム1100個か1200個ぐらい出たんで、今回はその大記録を超えるブルージェム狙っていきたいと思います。1500個ぐらい出てほしい。さあ来い、1回目から300は欲しい。プラスステーキ。さあ50個、いいよ。4、5、6、お、200個、250、あと50個、まあ十分。250個出てくれたらだいぶでかい。さあ2回目いきます。このガチャめちゃくちゃブルージェム出る気がするんですけど、皆さんはいつも50連引いてどれぐらいブルージェム出ますか、ちょっとコメントで教えてください。さあいきます。ここはカットして、今回も300欲しい。1回300ジェムで5回で1500ジェム。さあ来い、来ない。これは1500きついか。さすがに300ジェムが一気に2、3個ぐらい出てくれないと下振れた。ブルージェム今250個。さあ3回目もゼロ。あれ、ブルージェムめっちゃ当たるガチャじゃないのこれ。さあ4回目、何個出るか。4回目、てかステーキもまだ出てない。1個ぐらい欲しい。50、300ジェム来ました。これでさあ来い、来ない。ラスト、今のところ300ジェム。さすがに500以上は欲しい。ラストはいっぱい出てくれるでしょう。ちょっと演出スキップせずに最後は見てみたいと思います。300、お、本当に来た。300、300、300、300、全然こん。お、150個。ということで300、300、150、750個。まあ結果的に前回は超えられなかったんですけど、750個だったら結構運いい方なんじゃないかなと思います。皆さんの結果もぜひコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。